渡辺五郎です。グラス一杯のマルガリータ、僕はつぶやいた。そんな短編を読んでみたいもんだ。自分で書けばいいじゃないですか、とアシスタントのシゲ。その午後、僕らはホノルル空港のバーに座っていた。乗り継ぎの時間を潰しながら、いろんな人種の人間の出会いや別れを眺めていた。そうだな。例えば、こんなカウンターの端っこ一人で座って誰かを待つ。そんなエアポケットみたいな時間にふさわしい、グラス一杯のショートストーリー。悪くないですね、とシゲ。海外ロケという夏を追い求める僕らの旅、その中で出会ったグッドテイストな女性たちに一人ずつ登場してもらう。彼女たちと飲んだ何杯ものグラスがある。そして風が吹く。ハワイの風、グアムの風、LA の風。ひんやりと喉に冷たく、胸に熱い。そしてかすかにほろ苦い。よくできたマルガリータみたいなショートストーリーが書ければ上出来だろう。さて、ノースウエスト022便の搭乗案内が始まった。僕らはゆっくりと立ち上がった。